ハロー、どうもこんにちは。アニメリアク職人ことマジャルグラマーです。現在2024年の9月24日火曜12時3分になろうとしますね。さあ、ついに最終回ですね。シャイのシーズン2の12話、トータルの24話、D アニメストアで見ていきます。先に軽く自己紹介するんで、興味の方は40秒ほど飛ばしてください。自分の本業は大量芸人でありパフォーマーです。ナイトスクープに来社で4回、月曜から夜更かし目覚ましてみ、生放送、昨年世界マルメ、テレビ特捜部でビートたけさんと、今年は痛快、明石家電車で明石家さんまさんと共演、テレビ30分以上出ました。2022年には深田恭子さんと CM 共演まで果たしましたが、現在もコロナの影響で全く仕事が戻らず、ほぼ無収入状態でアニメリアクターやってます。リアクター的には多分投稿本数日本一、間違いなく日本一が再生数の低さ、チャンネル登録者数の皆さん、これにずっと苦しんでますが、1日も休まず動画投稿続けてます。ぜひともお願いします。では行きます。なお、アニメ本編は流れませんのでご注意ください。またわけのわからないタイミングで広告がありますので、申し訳ないですが、それを我慢しつつ同時視聴していただくか、もしくは普通に視聴いただくと同時にリアクションだけを確認していただくということでお願いします。いきます。3、2、1、スタート。さあ、ついに最終回。まあでも終わらんわな。あと1話でスティグマを倒すっていうのは 100% ありえへんから、どうか元気で。うん、このお姉さん、ああ書道部のあ、もう名前忘れたわ、この図書室の子何だっけ。あれ、太一君だけか、イコがいない。あ、こっちとかまだここやってんねんな。ボスクフさんか。うん、お、空腹さんだけ残ったか。あれ、クフさんどうなんだろう。ああ、いるわ。さあ、つべたみたいに浄化すんのかな。時丸、足もちゃんと取りなってねんな。変えられへんか。え？あ、消えていく。あ、指輪がここにあるってこと？先代の日本のヒーロー光の人。ちょっとこの辺話むずいな。あ、誰やこれ。これがそれか。光の人。時丸ってここの駅の俺やったっけ？光の人。ユニッチじゃないよな、これ。ね、これうわ、おかん、ああ、やっぱそうなんやね。あの時が時までないね。そうか、やっぱ甘ら離陸入りしたら最後は消えてまうんやな。ペペちゃんもそうやったけど。全然目立たない全然目立たない、失礼な。ピルツピルツ最高。あ、閉じ越えたっけか。アスカ閉じ越えたっけな。なんだっけな。なんかね、シャイがこうやって喋ってる姿がやばいな。シャイが案内して喋ってるだけではい、ピルツ好き。はい、ピルツ最高。おお、いい子来た。ホクホクなんでそんなスタンプ持ってんねん。あ、時丸これ。ああ、サブタイトル来た。なんかの字になってるこれ。火っていう字になってた。終わってもだな。とじこってさあ、富田美優さんやね。わ、なんか知らんヒーローいっぱい出てきた。さあ、工夫さんとりあえず捕獲したわけやね。捕獲。ああ、終わった終わった。はい。あ、しまった。ちょっと早かった。これ23分51秒やね。ああ、50か。終わってるわ。うん。まあちょっとね、最初の方、ほぼ理解できてませんけれども、まあ、工夫さんはとりあえず捕獲することに成功したわけやね。で、まあ、土器と、祈りか。はまあもう天野仁君帰ってもうたけれども、ペペシャとピルツが捕まえたかで、ちょっとでね、もう舞と愛の再会シーンでもうちょっとグッとくるもんがあったんやけど、まあそっから舞が消えていくとは思わんかった。あの呼吸そのものが舞の心やったということね。でその核が破壊されたから、その器、心の器もまあ、耐えられなくなって消えていったみたいなざっくりした解釈ね。でだペペシャちゃうわ、ツェベタもそうやったもんね。確かちょっと一気見返しないから分からんけど、ツェベタも確かなんかね、どうやって消えてったっけな。とりあえずリミットがあったのね、なんかね、ちょっともう忘れもうたけど。でまあそのリミットの間にマイから、ちょっとシャイに伝えたいことがあるということで、まあその忍びの世界で、まあいろんな闇を見てきたと。でなんか、ちょっとこの話忘れたけども、でもうかんで何だっけ、その隣の里が燃えた時に、何もできなかったと。まだだから闇落ちする前の話だね、その舞が。でそこで現れたのが光の戦士、光のヒーローって言ったっけ。で初めてヒーローの存在を知ったって言ったっけな、ここで。でまあ忍びとしてやってきたけども、やっぱりその光を示せるような存在にならないといけないという思いを持った的なことを言うたっけ。あとごめんなさい、途中おかんの着信でちょっと一瞬集中途切れたもんで自分集中してる時にちょっとなんか来ると、それだけで結構飛んでまう人間なもんでね。で、まあ、そして時丸がやっぱりあの時やということが明かされたね。でその舞が、里を出てた時に、追いかけられへんかったことをまあ悔やんでおりますと言うたけども、その時もそのあれ時丸の周りの時丸の仲間がずっと見守ってたっていう解釈でよかったんかな。いっぱい出てきたけど、ちょっとこれ誰やねんってなって思って、多分時丸のその、仲間たちかな、愛を見守ってたっていうのは。で、うちはアホやな、そんなもんにも気づかれへんかったわみたいなこと言ってたけどでもう一個シャイにこっからズボッてやってなんか渡した指輪、なんかハスの花がついてたかな。でちょっとこの話もよう分からなかったけど、違ったらすいませんね。その、まあ、闇落ちした舞の中の清い心というのが指輪やったんかな。闇になった中でも残ってる清い心、これをこうシャイに託したみたいな感じでよかったかな。ちょっと分からなかったけど。でまあそしてまあ舞は消えていってしまったけどもね。まあもうほんまに2人にまた会えただけで十分やみたいな感じだったけど、まあちょっと切なかったね、舞が消えていくのは。自分はつべたけ消えてたシーンでも涙腺いったんちゃうかな。まあ、そしてその後の記者会見よね。シャイがねもう立派にしゃべる姿、まあそれもピルツに背中をバーンと押されてからやったけどね、うん、シャイが立派にしゃべったでというので、もうちょっとねグッとくるもんが。でさらにはまあ以降もね来てくれて、まあまた愛とね3人で遊ぶようなシーン見れるかなと思ったけど、まあ愛は愛で、まあ、その舞の、報告もせなあかん、でその忍びというものはやっぱりその、忍びの闇の部分知らんかったから、まあ、今後はちょっと何つったか忘れたけども、まあ、その光を示せるような世界に忍びの世界を変えていかなあかんみたいな そんなこと言ってたかなで帰っていったと。ただね、工夫さん捕獲して、あれはどこや、あれヒーローのあれかな、ユニロードのとこに幽閉してたわけでもないな。どうなってたあれ、幽閉はしてないな。ここやね。でなんかいろんなヒーローが出てきたね最後。幽閉してるわけじゃないんか、なんか指輪なんか横にあるし、心拍数みたいなのが出てんな上には。うんよし、これは果たしてね3期あるのか否かちょっと検索しましょうか。うんでそのアマラリルクの敵ってどうも憎めへんのよね。土器もそうやったし、まあ、祈りはちょっとまだ分からなかったけど、土器に関してはね可愛いものをこよなく愛する少年やった感じやしね。うん、だそのね最後なんか言ってたけど、アマラリルクもまあ同じなんか、ヒーローも同じやみたいなこと言ってたもんねシャイが。でこの光の戦士か光のヒーローも 何者か気になるし、うん、はいじゃあちょっとね3期があるかどうかを、あれだから2期制作発表ってどうやったっけ、1期終わってすぐだったっけな。シャイ、3期いつで検索、さすがに何もないな、さすがにないか。うんないな、今のところは制作発表がないということですね。うんはい、まあまあ、もちろんシャイは自分は結構好きですから見ていきます。ただ残念ながらねシャイもまあ、自分の人気のなさをね棚に上げるのはなんですけども、シャイもなかなか再生数厳しかったな。シャイはうんほとんどが100いってないもんね。前回が109、その前78、その前84、その前8話ねが54回で19話が79回、18話が64回、17、71回と。まあ、厳しかったね。1期も確か、相当厳しかったかな。ああ、でもまあ、うん、そうね。まあ、自分はもう100超えたらいい方なんでね。まあ、そう考えたら悪くはなかったかな。今はもうこれです。ね。たとえ再生数少なかろうがね、見てくださってる方がいるということに、ちゃんと感謝の気持ちを忘れていかんということでね、この文字に変えて、もうどんぐらい経つ ?1 ヶ月以上経つかなわからんけど。うん。なのでね、まあ、社員に関しては、まあ、多分コメントをいただけてたのも、毎週、お一人、お二人ぐらいだっけな。うん、確か。しまった。そこをみんな忘れてた。あ、先週だけちょっと多いんか。うん、ああ、そうね。やっぱ毎週大体お一人ですね。いただいてたのは。うん。まあまあ、ありがたかったです。お一人、お二人でしたけどもね。コメントをいただくこともやっぱありがたいですからね。うん。はい、ということで、まあ3期、今パッとなんか映ったのが、もし3期あるなら2025か2026やった。まあ2025やったら嬉しいですけどね。1期が去年の秋でしたからね。だから半年空いての、半年は、違う、夏やったから、あ、そうかそうか、半年空いての、2期でしたからね。できれば半年後に、できれば、お願いします。はい、もっとね、こう、ほんまにこのスティグマだけはほんまにうっとうしいんで、今のところ、天野リルクの、その、構成員たち、今出てきたのは、まあ、クフフさん、ドキ、まあ、つべた、で、祈り、で、あいつ誰だっけ？もう一人出てきたやつ。スティグマと一緒に逃げた。いや、出てこへん。なんだっけ。スティグマと一緒に逃げた。あ、こいつ、この紫髪の子。この20話出てきた、これ。これ誰だっけ。あ、桑原。うん。で、桑原も別になんかその、なんかね、憎めへん存在だったしね。だこの辺、なんでそのスティグマがあんなんやのに、このね、構成員って言ったらいいんかな、たちはこう、なんかこう、ユニークなのかね、もうここも気になるし、できれば早めの3期をお願いします。はい、ということでね、シャイの、2期12話、トータルの24話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、また応援コメントなどよろしくお願いします。はい、ここから1分ちょっとで自己紹介するので、興味のある方はここで切ってください。はい、自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーをやってます。普段やればできる諦めない伝えてくれて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスをしてますが、現在もコロナの影響で全く仕事がなく、約4年7ヶ月仕事がありません。貯金と節約生活だけでなんとか生き延びてます。そんな自分の本業を知って、ぜひ応援をしていただきたいんで、説明文にある URL をクリックしていただいて、できれば本業のチャンネル登録応援もお願いします。そして、深田恭子さんと出たこの CM の URL も載っけてますんで、ぜひ見てください。アニメのリアクション、その他諸々をスタートした今日で1641日目、長いですね。ただこのチャンネルもっと長い2009年4月24日、パフォーマーのチャンネルでスタートしましたが、コロナの影響で一気に仕事がなくなり、いつの間にかこのチャンネルでアニメのリアクションをスタートしてしまったからの約1年5ヶ月分、推定2000本以上、2021年の8月18日までのリアクションの動画を自らの手で削除させるという地獄を味わってます。なんとか乗り越えたものの、今もずっと地獄で、冒頭でもみたいに再生数もチャンネル登録者数も全く伸びず、正直しんどい、やめたい、ずーっと言うてます。それでもなおやればできる諦めない、大体そう思って、一日も休むことなく気合と根性だけで動画投稿つけてます。ぜひとも応援お願いします。以上、アニメリアクションことマジアイド芸人浜でした。最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。それでは、失礼します。